東京大学の秋山です。次世代メモリデバイスによるアプリケーションの自動高速化という題で発表します。この研究で解決すべき問題は、コンピューターのメモリは CPU に比べ相対的にとても遅くなっているということです。まずメモリを構成する DRAM というデバイスのアクセス遅延ですが、これは年代を経てもほぼ一定です。ここでアクセス遅延というのは、あるデータを要求してからそのデータが出てくるまでの時間のことで、帯域とは異なります。左の図が DRAM のアクセス遅延の最悪ケースを、横軸に様々な DRAM の仕様を取り、縦軸がその遅延です。で、2007年から2020年までのものをいろいろ見ても全然変わっていないということになります。一方 CPU の数値計算能力では直近20年のみでも数十倍以上になっています。右の図は横軸が都市で、縦軸が CPU の単一コア性能なんですが、縦軸がログであることに注意して見ていただくと非常に伸びているということがわかります。そこで切り開く未来はアプロキシメートメモリーの実用化です。アプロキシメートメモリーというのは、アクセス遅延が短い代わりにデータへのビット化けが混入するという可能性のあるメモリーです。例えば、CPU からデータを保存したときに、しばらく経つと、ここのビットが化けてしまって、というようなことが発生します。これは従来のメモリでは達成できない性能を実現することができます。従来型の DRAM では、この絵は概念的な絵なんですけれども、横軸に性能を取って縦軸にビット化け発生率を取ると、ビット化け発生率をゼロにしないといけないという制約がありますので、このどこかで性能に限界が来てしまいます。そこでアプロキシメントメモリーでは、ビット分け発生率がゼロじゃなくてもいいという制約を入れる、条件を入れることで、この壁を取り払って、より性能を向上させようというものです。このアプロキシメントメモリーの期待効果ですが、最大で約 10% 程度のアプリケーション高速化を見込んでいます。既存研究で、この類似の技術をビット分けが出ない程度に、ギリギリまで頑張って適用した場合に、約4から 5% の性能改善ですとか、平均 4.1% の性能改善といったような数値が出ています。これをビット化けを許すまで積極的に適用して、最大この2倍程度までいけるんじゃないかなというふうに思っています。この 10% っていうのは非常に大きな進歩です。この図は横軸にインテルの CPU の世代ごとの一番最上位モデルの CPU を並べて、縦軸にその単一コア性能を取っているんですが、約5年で 30%、つまり毎年 6% くらい上昇していることになります。で、これは様々な技術を集結した結果、やっと 6% パー年が達成できているということで、アプロキシメートメモリーを入れると 10% 性能向上する可能性があるというのは、もしこれが実現できれば非常に大きな改善です。そこで研究目標と成果なんですけれども、まず目標は、アプロキシメートメモリーによるアプリケーションの自動的な高速化を実現するということです。自動的というのは、ユーザーはアプリの最終出力の許容誤差、範囲のみを与えます。例えば、アプリの出力の誤差が 1% くらいはずれていいよというのを与えると、このメモリの制御パラメータ、これは電気的な動作のタイミングなんですが、これを自動的に決定してくれるということを目指しています。そこで、アクトアイ加速機関の成果なんですが、まず、通常のメモリとの使い分けの困難性というのが以前から知られているんですが、それを定量的に評価しました。次に、計算結果の誤差保証への道筋というのをつけました。まず、成果の一番ですが、通常のメモリとの最流度な使い分けが必要というのが、これはアクトアイ本機関での我々の先行研究によって知られています。例えば、この図のようなグラフ構造を考えて、プログラムとしてはグラフのノードをポインターでつなぐという場合を考えます。で、この各ノードにはこの 1.2 みたいなスコアがついておりまして、このスコアは何か代償比較をする、つまり、値自体は重要じゃなくて、値の代償のみが重要であるというような場合を考えると、これはアプロキシメモリーに置きたくなる。で、一方、このノードを指すようなポインターっていうのは、ポインターなので全ビットが重要ですから、通常のメモリに置きたいということになります。で、しかしこれはメモリの構造上困難であるということが知られています。理由はこのビット化け混入の制御っていうのは大きな連続領域、例えば512バイトごとなどにしかできないからです。
で、このデータ構造では、アプロキシメートバリューに置きたいとか置きたくないっていうのが、28バイトごとの塊ごとに変化しますが、ビット枠を入れるか入れないかっていうのは512バイトごとにしか制御できないので、この流度がマッチしてないのでできないということになります。これに対してメモリレイアウト変換技術というもので、データ種別ごとに並べ替えをすることが可能です。これにより、構造体の配列を配列の構造体に変換することができる。つまり先ほどの例ですと、この ID とか RL とかスコアっていう構造体がまず一つあって、それが並んでいます。が、これを変換して、このスコアっていう部分だけを取り出して、バーっと並べると。こういうことをすると、このスコアの部分が大きな塊になるので、ここだけビット枠を入れるということをすれば、先ほどの問題は解決できるというように思われます。で、しかし、我々は、これをするとですね、アプロキシメートメモリの利得を打ち消してしまうほど、性能低下してしまう場合があるということを発見しました。この変換というのは、もともと近い駆動詞にあったデータを、遠く離れたところに、切って、並べ直すということなので、キャッシュミストが増えて性能が低下する場合があります。例えば、下の図は、スペック CPU2017 と言われるベンチマーク集の中に入っている MCF と言われる組み合わせ最適化問題の、アプリケーションに対して、可能なすべての変換パターンを適用したときに、どれくらい、性能が劣化するかというものを調べたものです。で、一番左が最悪ケースでして、約元々のプログラムの 0.919 倍になっていて、8.1% ほど性能が落ちています。で、アプローチメイトメモリーで最大 10% くらい利得が得られればいいなと言っていたので、これ、こんだけ性能低下してしまうと、使えないということになります。で、したがって、以前から知られておりました、この再流動の使い分けが難しいという問題が本当に重要で、何かアーキテクチャ的な改善をしなければいけないということが分かりました。成果の2番ですけれども、既存のアプロキシメートメモリーの制御法というのは、計算誤差の保証がなくてベストエフォートです。つまり、これこれこういう方法で制御すると、計算誤差の平均は何とかパーセントになりましたというようなものです。で、このような手法の問題点として、まず具体的な実験結果のみで何らかの保証がないということと、計算誤差の許容範囲からパラメータを逆算するということが難しいという問題があります。で、このベストエフォートな手法っていうのは、制御パラメータは何か決めると、出力の誤差が 1% になったとか 2% になったとかという話をします。今、我々が欲しいのはこの逆で、出力の0を 1% 未満にしたら、して、する、満たす制御パラメータを自動で出してくれということがしたいので、この逆算するというのは、右から左を全部試すしかなくて、すぐにすることはできません。そこで解決への道筋ですけれども、我々はプログラムの微分値を用いた誤差保証ということを提案します。で、プログラム y=fx の微分値というのは、これは x がちょっとずれた時の y のずれということで、x と y のずれをかの関係を表しています。つまり、メモリの制御パラメーターから y のずれまで、複雑な関係でつながっているんですが、その最後の x のずれと y のずれというところを微分値によって相互変換可能にしようということです。これにより、例えば y のずれを e 未満にしたいという要求に対しては、x のずれを e かけるこの微分値未満にすれば十分であるということが分かります。そこで課題としては、この微分値をどうやって求めるかということがあります。プログラムを微分する枠組みというのはすでに存在しているんですが、この微分値というのは一般に x に依存しますので、各 x ごとに求める必要があると。そうすると、各 x ごとに微分値を求めている暇に、元々の y を求めることができるので、そんなことはやってられませんということになります。で、そこで我々は様々なアプリケーションに対して、この微分値の X の依存性、つまり X の依存が低ければ、ある X について求めた微分値を他の X についても再利用できる可能性があるというようなことを評価して、実際に非線形なアプリケーションであっても、実際にはこの X 依存性が低いので、この微分値は再利用できる可能性がありそうだということを示しました。まとめと今後の展開です。解決すべき問題は、コンピューターのメモリは遅いということで、これに対しアプローチメイトメモリの実用化という未来を切り開きたいと。で、そこで通常メモリとの使い分けの困難性の定量評価と、計算結果への誤差保証への道筋をつけたということを、成果にしております。今後の展開としては、この微分値による誤差保証
を最大値だけじゃなくて、この誤差の微分、あ、誤差の分布というのを知りたいということを今進行中でやっておりまして、詳しくはポスターでお話しできればというふうに思います。それから、アプロキシメイトメモリーを導入することによる新たな脆弱性というのがあるんですけども、これについてまだ世界でも真面目に議論されていないので、これについて考慮する必要があるというふうに考えています。以上です。